は沖縄本島から素敵な離島に行く港を紹介します。今日は、主に慶良間諸島、赤島、座間諸島、久米島、淡国島、渡嘉敷、慶良間が1、2、3です。で、時期によって、高速船と普通船とかの便数が1便の時と2便の時もあるし、時間も時期によって変わるので、乗る直前でホームページで時間は確認してください。あと夏はかなり前から予約しないと絶対に取れないです。で、特に1日1便の時なんてかなり早く取らないと取れないです。ただ離島に行くときの注意点は、行けたはいいけど帰り波が高くてこちらに帰ってこれないっていうリスクはとってもあるので、旅行期間が短い人とか次の仕事が翌日すぐある人っていうのは離島行き天気とちゃんと相談して、フェリー乗るときに帰り出ますかねっていうのも一応参考までに受付の人に聞かれるのをおすすめします。私は年に2回ほど慶良間諸島の赤島に、亀さんと泳ぎに遊びに家族みんなで行ってます。夏はもうここ何重にも列になってます。の申し込み用紙を書かないとチケットは買えません。ネットとか電話で予約しててもこの紙は必ず書かないといけないので、時間ギリギリ来るのは NG。 めっちゃ並んでるので、乗りたい便数の大体、おすすめは1時間前には来てた方がベターです、はい、早く来て、ローソンが近くにあるので、ローソンとかお土産、お弁当屋さんとか出るので、そういうところで食料とか飲み物を補充して離島に行くのをおすすめします。離島に行ってもちっちゃな商店はあるんですけど、やっぱり何店舗かしかないのと、自分が好みの食べ物とか飲み物がない可能性は高いので、自分が好みがあるものとかちっちゃいお子さんいる人とかは食べれるもの限られてくると思うので、こちらの港で買って行くのをおすすめします。こちらが久米島とか久米行きなんですけど、久米島は多分飛行機でも行けるのと、私は実は行ったことない島なので乗ったことがありません。買ったこともありません、はい。でもう一つ、慶良間諸島は座間味、赤島、渡嘉敷のうちの渡嘉敷が一番トマリンから近くて、観光客の人ここの渡嘉敷島が一番行きやすいです。の施設はこちらです。さっき言った赤島と、座間味はチケット売り場、同じ慶良間諸島でも違いますので間違えないようにしてください。よく、日帰りのツアーとかで出てるのは渡嘉敷島です。チケット買ったらまずここから外に一旦出ます。で、高速艇と普通のフェリーでは乗り場が違います。高速艇はもう目の前から出るし、普通のフェリーは遠くから出ますので、普通のフェリー乗る人は結構早めに来て歩いて乗り場まで行く形になります。今止まってないんですけど、渡嘉敷って出てるところに高速艇が出ます。なので高速艇乗るときはもうすぐフェリーに乗れる形で、普通の時は向こうのオレンジの船がいるところまでキャリーとか持っててもゴロゴロ歩いていく形、子供さんいたら10分はかかると思いますの で席は早いもん順ですので、なるべく早めに港に来てチケットの長蛇の列に並び、早めにフェリーのところまで行ってフェリー乗れる時間にすぐに乗って席をいいところを取られるのが素敵な、船時間を過ごせると思います。これおすすめです。かまぼこに、お米が入ってて、おにぎりみたいな感じです。あとジューシーが入ってる感じとか、あとお弁当も
膝上がりたいんですあります。急遽離島に行くことになって、水着も、マリン関係のグッズなくてもここでお買い求めできます。チケット売り場からすぐです。で反対側にはローソンがあるので、食べ慣れた内地の味はローソンにございます。あと、車は、近くにトマリンの駐車場があります。ここもすぐにいっぱいになるので早め早めに来てください。あとここは、近隣に、時間貸しの駐車場もたくさんありますけど、結局距離と料金が似合うか計算してください。はい、私は朝起きて天気でいい便があればすぐに離島とかをしょっちゅう行ってしまうぐらい離島が大好きなので、また次の回では他の離島のおすすめの行き方とか時期紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。良かったと思われたら高評価とチャンネル登録お願いします。バイバイ。